忍者カラスザメはカラスザメ科に属するサメ。ニカラグアからパナマ、コスタリカ付近の東、太平洋から発見されている。生息推進は大陸斜面に沿った836-1443メートルの場所である。現在知られている中で中央アメリカ沿岸では唯一のカラスザメ属である。スミソニアントロピカルリサーチインスティチュートの研究者。 ディーロス・ロバートソンによって、スペインの研究船、ミゲル・オリバーの中米太平洋岩の調査において、採集された8個体を用いて記載された。1個体のホロタイプと4個体のパラタイプが指定され、国立自然史博物館に収蔵された。全身は黒く、口や目の周囲は白い。ミゲル・オリバーの調査で採集された標本の中で、オスは、最大 325mm、メスは、 最大5 1 5ミ、mm、リメートルだった。本種は目とエラー穴を取り巻く皮場が密であることを特徴とする E ースピナックスクレードに属する。発見と命名はサメ研究者のビッキー・バスケスによりなされた。種商名であるベンチリは1974年の作品、ジョーズ、後にスティーブン・スピルバーグによって映画化された。の原作者であるピーター・ベンチリーから名付けられたもので、 ある。バスキスは、彼女の親戚である8から14歳の4人の子供に、英明の命名権を与え、本種は、忍者、ランタンシャルクと呼ばれることになった。これは、全身が真っ黒であったことに由来する。忍者ランタンシャークは、その名の通り忍者のように黒くランタンのように、発光するサメである。ありがとうございます。